長野と言ったら蕎麦、蕎麦なんですか。はい、蕎麦です。カレー蕎麦とか、カレー丼、エビ天丼、カルチャ鍋とか、いろいろあるんですかね。エビ天蕎麦、はい、僕はエビ天蕎麦にしました。かき揚げトッピングで。おそろですね。おそろですね。カメラ越しで祖父江を見る。何か喋ってる。恥ずかしくてさ。大丈夫、このままだと祖父江チャンネルになっちゃう。祖父江チャンネルじゃないから大丈夫。でもやっぱ祖父江のファンもいっぱいいるからさ、日本で見ていただいてる人が祖父江のファンかもしれないじゃん。いるかな。いたらありがたいな。祖父江と言ったら、祖父江と言ったら、祖父江と言ったら髪の毛明るい。髪の毛が明るい。確かに明るいね。祖父江と言ったら、祖父江と言ったら、モノマネがうまい。じゃあ直人君と言ったら、俺と言ったら、なんだろう、あるあるよ。何、ないの。ちょっと待って、ひどい。来ました。じゃあ直人君と言ったら、やっぱいつでも美味しい焼肉を一緒に食べれる。一緒に食べれるじゃなくて、ただで食わせてもらっただけだろ。そんなことないよ。ただで食べれるから、そうやって言って、ちゃんちゃん美味しい焼肉を焼いてくれる。まあ確かにね、こうたまに二人で会った時ね、こう奇跡的に会った時はいつも焼肉食べに行く。大体じゃない、100%、 100% だね。で、俺と言ったら優しい。出た、優しい、かっこいい。そう、それはもう定番だから、それ言っとけばまだいいやん。じゃあ、隼人、俺と言ったら、はい、多分ね、悪いことしか出てこないから、悪いことしか出てこないから言えないんだよ。めっちゃ頑張る。ああ、めっちゃ頑張る。ああ、いいこと言うね、いいこと言うね、いいこと言ってくれますよ、本当。もう焼肉どうのこうのっていうやつよりも全然マシですよ、本当に。優しいよりマシでしょ。まあ優しいよりかな。いやほら、実体験だからやっぱ。まあまあ確かにな、優しいよな、それはねえよな。だって大体さ、いいとこ3つ言ってくださいって言ったらさ、もう最終的にさ、優しい、かっこいい、そう、面倒見がいい。あ、祖父江の素がだいぶ出てるね、この動画にね。だいぶこれ多分ね、おまけで出ると思う。あ、最後の方のおまけ、全日本のこういうこともありましたよ、ね、そう練習での。じゃあ待ってじゃあジンと言ったんでしょ。今度ジンと言ったら嘘をつく。 ありがとうございます。お待たせしました。ジンと言ったら盛る女に言うよ。盛るね、もう TITC がそうだね、超持ってくる。見た目から入るで。ああ。ミーハーってこと。俺に聞いて、俺にジンと言ったら YouTube なの。それはあるかも。全然いいことないじゃん。いいことない。じゃあ次はハヤトと言ったら、ハヤトと言ったら、ハヤちゃんと言ったら、ハヤちゃんと言ったらなんだろうな、ハヤちゃんと言ったら、ピットが効かない。はい、次ジン言われたな、待って。じゃあまず俺が行くわ。ハヤトと言ったらやっぱ努力家だし、努力家だね。俺ね、昔のあれを知ってるからさ、今でもそうよ。今でもそうだと思うけど、今はさあんまりないけど、昔はさよくさクレストとかさ、だからこそね、もうコースついてね、開始10分でね、クソクソなの。まあでもね、本当努力家だよ。あ、でも努力家で負けず嫌い。でも負けず嫌いはこれ多分全員なんだよ。だけど違った負けず嫌い、なんかね。負けず嫌いがね、ジンは盛るんだよ。ああ、負けず嫌い、盛るやつです、こいつ。盛るやつです。めっちゃ先輩方にボコボコに言われてますから。これ、ハイちゃんに聞けば分かる。ジンは盛るだろ。ジン盛る?若干盛るみたいですね。攻撃してくるもん。盛りじゃない。盛りだよ。まあまあまあ、明雄もね、盛るっていうか隠す。隠すじゃん。やっぱりそれはベース。練習でも隠してたんだろ。いや、練習がもうレースに来てるでしょ。ああ、そういうことね。はい、来ました、天丼。
かき揚げだ。これあこれが天丼だよ。エビ天そば。天丼。エビ天天丼。カレー丼。真似すんなよ。真似すんなよ。しょうがない。憧れの松倉さん。同じものを食べるわ。よく言うよな。俺ね、それ昔やったんだわ、それ。マジで。同じものを食べればね、早くなんじゃないか。なんないんだよ、多分。さあ、一郎と同じ。でもね、なった。でもね、なるよ。気持ち。気持ちの問題、ね、うん。はい、ご飯食べ終わって、今コースに戻っているところなんですけど、路面もだいぶ乾いてきて、さっきなんか、巻いたみたいなんで、これから走っていると思います。寿司屋にいただきました。林選手、何回ですか？24。はい、翔平選手多分20くらい、21らしい。ちなみに僕も21です。なんで20皿。はい、カスだな、優勝だな、カスだな。俺がな、だってほら21。あ、まあまあまあ、うん、でもジムちょっとずるいからね。ハヤちゃんが一番やばい。真相追い込みすぎた。じゃあこれ最後のね、まあこれ最後のジャンケンしますか。いくよ、最初はグッ、ジャンケンポイ。よし。やべ、最後にこれ来る気がする。最初はグッ、ジャンケンポイ。よし。はい、それ選手、最後、はい、美味しくいただいてください。はい、いただきます。2日目の練習走行終わりました。今回は、天候ですねが結構悪くてですね、晴れてる時に練習に行こうと思って、金曜日、前の週の金曜日、土曜日と、2日間練習しました。まあ来週天気次第はまあ火曜日から行く予定なんですけども、まあ、この2日間、まあ、いい練習ができて、まあ、トップ狙えるところに、行けると思います。皆さんおはようございます。本日から長野県に、長野県にある、2in1 全日本会場ですねに向かいたいと思います。まあ、そこに行く前に、まあ、国際免許の更新に行かなきゃいけないんで、まずそこに行って、更新をして、そこから長野に向かって、そうですね、だいたい夕方ぐらいに着く感じで、本当は今日の朝から行く予定だったんですけど、まあ天気予報が、悪くて、今も多分雨降ってると思うんで、ちょっとずらして、まあ国際免許更新に行きたいと思います。まあ流れ、そうですね、動画回しつつゆっくり、向かっていきたいと思います。それでは行ってきます。はい、今試験場、高等試験場ですねの近くにいるんですけど、雨降ってて、はい、無事にホテル到着しました。今回泊まるホテルはホテルルートイン第二諏訪インター、あれですね、近くのホテルですね。まあそのままホテルの名前そのままなんですけど、はい、ちょっと早めに着いちゃったんで、チェックインして、その後ちょっと神社でも行こうかなと思います。近くにある神社ですねに行こうと思います。諏訪大社に、まあ、全日本勝利のお祝いを、 お祈りをしに来ました。書いてあるようにやってやりました。もう、受付所待ってしまっちゃってるんですけど、2人の上り行きたいと思います。はい、お祈りしてきました。これで、今週の全日本チャンピオン間違いないと思います。今年
今年では今週ですね、今週全日本チャンピオン取ると今までの合計で30回になるんですよね、全日本チャンピオンがの回数がですね。なので、まあ、その記念すべき、30回に今週なるように、頑張りたいと思います。まあ、天候がね結構厳しくて、まあ、毎回言ってると思うんですけど、天候が厳しくてそのいつ練習ができるか、練習がそのいっぱいできるかっていう問題はあると思うんですけど、まあ、その中でも、ベストを尽くしていきたいと思っております。ちなみに、ね、やっぱ日本人として全日本っていうのはやっぱ一番こう気合が入るし、全日本選手権というレースよね、はい。まあ、皆さんねその出る、人たちみんな勝つ気で来てると思いますし、ね、そんな甘くないんで、まあ、今日はあとですね、もう一回ホテルに戻って、まあ、夜チーム員の人たちとチームドライバーの人たちですね、ご飯食べて、ミーティングがてらご飯食べて、行きたいと思います。神社諏訪大社ですね、行ってみたという動画でした。それでは。